コールズ・グレート・ホワイト・フリートは、1907年12月16日から1909年2月22日に、かけて、世界一集航海を行ったアメリカ海軍、大西洋艦隊の名称を。GWF と略されることもあり、また、白い大艦隊、白船と略されることもある。名前の由来は、参加した艦艇が平時色である白の塗装で、統一されていたことによる。 ハンプトン・ローズを出港する艦隊1898年、米西戦争に勝利したアメリカは、フィリピン、グアム、カリブ海のプエルトリコを得て、1903年にはパナマ運河の建設に取り掛かっており、海軍力の整備が急務であった。1904年から1907年までに11隻の戦艦を新造し、海軍力を固持するタイミングを伺っていた。 アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトは1907年に大西洋艦隊を太平洋岸のサンフランシスコへ開港すると議会で発表する。発表当時はまだ世界一修公会であることを伏せていた。同年12月16日、ルーズベルト大統領をはじめとする大勢の見物人の見送る中、バージニア州のハンプトンローズを出港する。 翌年の3月11日にメキシコのマグダレナに到着すると3月13日にルーズベルトは航海の目的が世界一周だと発表する。航海の目的はアメリカの海軍力を世界中、特に日露戦争に勝ったばかりの大日本帝国に固示すること、アメリカ西海岸のアメリカ国民に軍備拡張の指示、具体的には 戦艦4隻を心臓するための予算を取り付けることが目的だったと言われている。カリフォルニア沖では艦隊遭遇演習を行う予定で米国が都洋作戦を予期していることが伺われた。GWF はアメリカ大西洋艦隊に配備されていた心臓の戦艦16隻を機関に編成された。機関はコネチカットであった。動員された海軍人の数は 一万四千人に、上る。航海は、約八万キロメートルで十四ヶ月に及び、その間、六つの大陸の二0の港に寄港した。出発時、艦隊司令官は、ロブリー・ d エバンズ少将であったが、彼は、西海岸へ向かう間通風に苦しみ、サンフランシスコで、チャールズ・エス・スペリー少将に交代している。出港後、 12月23日にトリニダードのポートオブスペインに闘病。ある水兵によると公開中最もつまらない町だったという。1908年を迎えるタイミングで赤道を通過し1月リオデジャネイロに着く。ここで艦隊の水兵と港湾作業者の間で大規模な乱闘が発生。また同地で艦隊に対して無政府主義者が爆弾を仕掛けるというデマも流れた。 このため、ブラジル大統領をはじめ、ブラジルの官僚たちが、艦隊に対して、賛辞を送るなど沈静化に努めた。リオデジャネイロを出港後、航海の一番の難所と言われた、マゼラン海峡を通過する際には、ノームと高波、当時この地域にいると噂されていた人徳いの風習を持つ、先住民により、艦隊が全滅すると書き立てた新聞もあったという。しかし、 マゼラン海峡を通過では、チリ海軍の艦船の水先案内により無事に通過する。4月に入り、アメリカの西海岸のサンディエゴ、ロサンゼルスで市民の大歓迎を受ける。艦隊の演習の後、5月6日、サンフランシスコに入港。ここでも大歓迎を受ける。艦隊を一目見ようとする人たちのために、臨時列車も運行されたという。7月16日に、 ハワイの真珠湾に入港。8月オーストラリアのシドニーに入港すると25万人が艦隊を祝福する。またメルボルンでも同様の大歓迎を受ける。次に向かったフィリピンのマニラではこれらの流行により上陸は許可されなかった。コネチカットの主砲塔から就航を終えた将兵に演説するセオドアルーズベルト。1909年2月22日。 ハンプトンローズにて10月にフィリピン、マニラから日本に向けて出発した後、過去40年間で最大の台風と遭遇。この時、水夫の一人が高波にさらわれるが、その後別の船の甲板に投げ出され無事だったというエピソードが残っている。同月、日本、横浜港に寄港。日本出港後、艦隊のうち8隻を、真のアモへ、残りをマニラへ向かわせた。 16隻すべてが中国を訪問すると考えていた、清政府は当枠した。対面を保つために16隻のうち8隻が台風で損傷し、訪問できなかったと偽りの発表を行った。艦隊の半数しか中国を訪問しないという侮辱のため、中国では反米暴動が発生した都市もあった。アモイでは水兵が伝染病にかかるのを恐れ、 食料や水はすべて上海から運ばれた。水平の多くは初めてフカヒレスープの東洋的かつ微妙な味を楽しんだという。二つの艦隊はフィリピンのマニラで再度合流。12月にインド洋に向けて出発し、途中でスリランカのコロンボに寄港。スウェズ運河を通り、エジプトに艦隊が到着した際、イタリアのシチリアで大地震が発生したのを受け、艦隊のうち、 コネチカットとイリノイの2隻をイタリアのメッシーナへ援助のため派遣している。1909年2月、大西洋を横断し、ハンプトンローズに戻り14ヶ月の航海を終えた。日本への訪問は、斉藤実ル海軍大臣の提言によって、就航開始後の日本側からの招待に応じて行われたものである。日本を訪問した米国大西洋艦隊と日本の 接班艦隊の内主力は下記の通りであり、1908年10月18日から25日まで横浜港へ4列8隻ずつで停泊した。内は収益年。日本側は日露戦争の戦利艦も含め休止艦が多かった。アメリカ大西洋艦隊の主力16隻は全て全土急戦艦であり、接班停泊した日本側は全土急戦艦6隻。 装甲巡洋艦6隻、防護巡洋艦4隻である。その他、GWF は通報船ロンクトン、工作船パンサー、旧品船グレーシャ、旧品船カルゴーヤ、病院船レリーフ、旧丹船エジャックスが随伴し、日本側は通報艦の最上、タツタ、ヨドなども横浜港で接班停泊した。アメリカは当時、洋に艦隊が集まっており、 太平洋には走行巡洋艦が一隻配備されているだけであった。まだパナマ運河も建設中で太平洋側で有事があった場合の不安が強くあった。また日露戦争でロシア艦隊が消滅すると太平洋上には日本海軍だけが突出する状態となった。アメリカの保守派や軍人たちはアメリカの植民地であったフィリピンの孤立を恐れていた。 日本側にはアメリカへの日本人移住制限の検討が行われたことに対する世論の反発やポーツマス条約の仲介を行ったルーズベルト大統領に対する批判や不満もあり日米関係は緊張状態にあった。また日本政府は前年の1907年の帝国国防方針で初めてアメリカを第一の仮想敵国としていた。艦隊が 世界一集公開を始めると、アメリカやヨーロッパ諸国での世論は、日本とアメリカの戦争が間近であると騒ぎ立てた。中フランス大使の栗の新一郎は、フランスの新聞は、日米戦争を不可避と書き、日本の外災は暴落したと伝える。また中スペイン公使の稲垣万次郎は、スペインの貴族や、資本家から軍資金の提供の申し出があったと伝えて、来ていた。また、 アメリカの新聞も右派系を中心として、連日にわたり、日本との戦争不可避と伝えた。セオドアル・ウズベルトの電気では、日本艦隊との交戦の可能性は1割ほど、捨てきれなかったと改装したと伝えている。一方、日本政府は6日後の3月19日に艦隊に、日本への招待の申し入れを行った。1908年10月に入り入港が迫ると、連日歓迎。 有効の記事で新聞がにぎわった。アメリカ艦隊はその姿から幕末の黒船との対比として白船と呼ばれるようになった。10月18日、横浜港に入港すると最高潮に達した。10月18日の朝日新聞に大隈重信は艦隊来航艦という文章を寄せている。艦隊の乗組員の日本上陸の許可をするか否かが大きな問題となっていたが、 艦隊を率いる将校は、連日にわたる、遠遊会、晩餐会に招待された。当時、海軍軍令部長だった、東郷平八郎大将は、戦艦、三笠の艦上で、歓迎会を催した。また、水兵3000人の日帰り上陸が許可され、浅草、上野などの観光を楽しんだと言われている。こうした歓迎ムードの中、10月25日に、艦隊は、 横浜を出港した。なお後に太平洋戦争で対日戦を指揮する艦隊司令長官たちもこの時に来日している。後の第3艦隊司令長官となるウィリアム・ハルゼーと後の太平洋艦隊司令長官になるチェスター・ニミッツは戦艦カンザスと戦艦オハイオの将位として統合の胴上げに参加しており、また後の第五艦隊司令長官となるレーモンド・スプルーアンスは 戦艦ミネソタの勝利候補生でガーデンパーティーに手統合を見ている。サンフランシスコからワシントン州のピュージェットサウンドの間を往復。ありがとうございます。